ライブ後に様々な方々とお写真を撮られていたみたいでしたが、その時のエピソードなんかあれば聞きたいです、だって。ある？でもなんか結構、ね、わちゃわちゃしながら写真撮りやすくなったよね。写真結構バタバタだったよね。そうなんだ、撮って撮ってください、はいはいみたいな。でも私あと何分で終わりですでも私ね、まあ性格上あんまり自分からすいませんっていけないんだけど、みゆたんが小宮さんに最初写真撮ってるの見て、あ、そう、つるいってなって、私かけてくれて、私も言いなかった、小宮さんと写真撮るの列できる、そう小宮さん一歩も動かないさ、そう、いや、初めはアリシャが私に話しかけてくれて、あ、撮る撮るって言ったら周りにいた虹ヶ崎の形、え、私たちもつるつるつるってなって、すいません、私ともいいですかってなって、列になってんの見て、私、あ、これ時間かかっちゃうから他の人のとこ行こうと思って、ね、帰ってきたら終わっちゃって、アリシャさん、もう私本当に撮ってください、本当出して、ただ憧れてますしか言えない、もうその一言しか言えなかったの本当に、あの憧れてますって感じ、もう我に返って、うわ、自分結構気持ち悪かったかもってなったもん、本当に。でも本当になんかもうなんかグループというかさ、その清水の枠問わずごちゃごちゃしててさ、なんかすごいわーってなったよね。なんかあの現場ってもう結構今までのラブライブシリーズじゃ考えられないじゃん。そう、本当に。まあ確かにね。てかあんなに揃うことがなかったから。でね、なんかあのファイルさんとアリシャさんが2人で赤コンビで撮ってたの、逃したな、人見知りだからちょっと行けなくて、今回むしろ写真撮れたのが奇跡だったの、私すごい人見知りだから、こういう時コミュ力高くあるって思った、撮ってくださいって言えない、本当に仲いい人しか分かる、仲いい人しか行けないよね。そうなの、もともとね共演してた人とか、そうなのよ。でも次回は勇気出して、ね、次チャンスがあったら、チャンスあったらね。そしてちょっと一個さ、ちょっとみんな言いたかったことがあって、そう、昼公演が終わってね、あのあーとかなってた時があったんだけど、その時になんとアクアの小宮さんからDM が来まして、かすみん可愛かったよって、このまま可愛い笑顔で夜も明日も頑張ってねって来て、うわーってなって、めっちゃくちゃ嬉しくて、なんかそれでいろいろ考えてたもろもろがちょっといい意味で吹っ飛んで、夜公演はなんかこういい感じにできたなと思って、この場を借りて本当にありがとうございます。すごいよ、本当に。しかもね、LINE も交換できたの、今度ご飯に行く約束とかもしてね、するよ、いや、嬉しかったです、本当に。みんなの小宮さんじゃん。そうだね、そうだよ、そんな時みんなで並んだもんね。でも、ね、本当に嬉しかったみたいで、なんか出会う人間一人一人、小宮さん、みんなに会うリアルなんで、ずっとみんなに会うみんなに会うメイク直ししたら、ピコンってきて、ホミュー、うわーってなって、めちゃくちゃ嬉しかったです、本当に、ね、そのおかげで夜公演も頑張れましたね、よかったです。いや、なんかちょっとめっちゃ話しちゃった。